皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、11月の4日、18時6分、遅くなりましたが、横浜 DeNA の皆さん、優勝おめでとうございます。あとは、まあ動画の YouTube のチャンネルで、高木豊さんが、泣きながら喜んでくれてましたので、すごく良かったなと、思っています。まあ、ソフトバンクの皆さんには、まあ、申し訳ないんですが、あとそれと、まあ、プロ野球界の皆さん、今シーズン、お疲れ様でした。まあ、最終戦、昨日、東京行って、まあ、いつも誰とも会えずという形で帰ってきてるんですけども、笑いながら言ってますけども、ホームページは淡井圭介の履歴の一番の、二つの動画見てもらったら分かると思うんですけども、大きな文字で、記載してる、何かを書いてもすぐにコンピューターに消されるっていう、その状況。で、まあ、その辺の喋ってる内容とか聞いて、見ていただいたら、最終戦どういう風にして買ったかっていうことが、ある程度分かりますけど、まあ、ちゃんとこの動画で説明しますね。最終戦に入る前に、まず3戦目から説明していきたいと思います。それにドジャースの試合やヤンキースさんの試合を取り組んだりしていて、まあ、横浜 DeNA さんの試合が、その日の後にあると。まあ、そういうふうな、形で物事が、進んでいました。で、7対0で、勝った日が、確か、ワールドシリーズ、ドジャースさんが、7対6で、勝った試合だったと思います。で、なぜ、7対0だったかという部分なんですけども、好意的なプレーが混ざっていたら僕もわからないんですけども、まあ、こちらの方の内容でいきますと、ヤンキースさんの方で松井秀喜さんが始球式始めたんですよ。で、試合始めて頭の中供給してたんですけども、最初ヤンキースさんに3点取られて、で、まあ、5対0まで、まあ、リードされてたんですよ。もう3点取られた時点でもうテレビやめて、まあ、それは、この動画の一つ前のナンバーの、動画で、説明しています。まあ、ワールドシリーズのところは、まあ、どういうふうに対応したか。まあ、まあ、その辺のところで、まあ、最終的に、その最初の3点が、天の神様へのお祈りのその天気の分の3点。それ取られたら嫌でしたので、もう最初からもうそれ、ソフトバンクさんの方に行かないように、封じさせてもらって、まあ、試合を、進めていました。ちょっと待ってくださいね。そうですね。今回で言うと、まあ、ウォード選手が、1、2戦目ぐらいの頃でしたっけ、ライト戦に大きな、あわやホームランかと思われるような、まあ、最初、入ったんじゃないかと思ったんですけども、まあ、ファールという大飛球で、まあ、その後の試合で、宇宙間へ、まあ、当たりはホームランかと思われたんですが、まあ、ツーベースという形で、まあ、打てたりだとか、外国人選手が、まあ、K 投手もそうでしたけども、活躍ができていましたと。あと、それと、日本に帰ってきた筒香選手が活躍できていたと。まあ、そういうふうなところで、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思います。3戦目なんですけども、7回の表、オースティン選手がバッターボックスに、ソフトバンクの選手が、
ホームランってこう言ってたんですけど、あれ、僕がそのオースティン選手に、まあ、調子も良かったですし、まあ、7回までの流れを見る限り、ここも狙っていっていい場面だというところで、もうここはっきりと伝えた方が分かりやすいですから、もう狙っていこうということで、ホームランって伝えようとしたんですよ。多分画面が変わったか、両方に聞こえてるかのどちらかで、ソフトバンクの選手、ホームランってこう、しっかりと口に出し最後クエスチョンマークがつくような形で言ってこられて、まあど真ん中にあれ意図的にやっぱり投げてますよね。ど真ん中にこうカーブを投げ込んできてるんですよ。で正直打てるって思ったんですよ。だけどオースティン選手が思いっきり空振りしたんですよ。でオースティン選手も多分次のボールも打ちに行こうで多分バット振りに行ってると思うんですよ。今日思いっきり空振りしてたので、そのクイズ要素なのか何なのかっていうところで、そのソフトバンクの選手が当てたからあれ空振りしてるのかなと思って、まあなんかこう血の気が引くと言いますか、その現代のそのコンピューター社会と言いますか、まあ、その辺のところで、まあ、ちょっと自分の中で、まあ、冷や汗じゃないですけども、ちょっとこうシーンとなるような部分がありました。あとはまあ、7回表が終わったぐらいか、それその少し前、21時15分より少し前に、後続の人の声で、それまで、試合が長いからっていうワードが聞こえていったと思うんですけども、先に僕の方で、試合時間の、1試合目2試合目が、まあ、18時30分から試合開始でしたっけ。で、まあ、終わるのがかなり遅かったので、まあ、その辺のことも、いろいろと、ちょっと気にかけた部分とかがあって、まあ、そういう声が聞こえてたんだと思います。だからそれはコンピューターが自動で、僕が思った瞬間に例えば皇室の人の声で伝えてるんじゃなくて、ある程度回が、まあ、先に行ってからそういう声が、だからまあ6回か5回かそれぐらいだと思うんですけども、コンピューターの自動で行われてると思います、その声に関しては。あとはまあ伊勢投手ですけども、クライマックスシリーズの時もは髪の毛染めてるような形で映ってたと思うんですよ。で日本シリーズなんですけども、途中で、まあドジャースの方の山本由伸投手のケースが髪の毛染めてるような映像だったから、まあ頭の中最初渡しにくくて、でもう途中からしっかり渡せる方法を確立したのが淡井圭介は髪の毛染めていませんと。淡井圭介が髪の毛を染めていないで、頭の中を、しっかり渡すと、まあ、そういうような、状況があったので、その経験があったから伊勢投手、淡井圭介が髪の毛を染めてないっていうワードを考えたんですよ。そしたら帽子取った時に前髪の毛染めてたはずなのに今度黒髪になってたんですよ。その辺のところもコンピューターグラフィックなのか何なのか現場見に行かなかったらわからないなので、ちょっとね、この、まあまあ、スポーツ界全体でもそうですけども、その髪の毛染めてる染めてないに関しても、結局、その山本由伸投手の時にはっきりとわかりましたけど、まあ僕も、それ以前も同じようなこと言ってたかもしれませんけども、その方で結局頭なんか渡したり、できると言えばできるから、まあまあ、それで、まあまあ、元からその髪の毛染めてない方が、いいんですけど、まあ、現場見に行ってみなかったら髪の毛の色って本当に、まあ、わからないもんだなと、思いました。わからないですよ。黒い髪の毛の色の方に今度コンピューターが書き換えてきたのかもしれませんし。あとは、まあ、4戦目
でしたっけ、何戦目でしたっけね、オースティン選手のホームランですけども、ファンが求めてきたからっていう内容で、ホームページ淡いケースの力っていうワードを結局試合中に たくさん私使ってたじゃないですか。であの内容ってその YouTube で言ってる内容もすごく全部聞いたら絶対矛盾が発生するようなややこしい内容だと思うんですよ。僕はあの頭の中の供給っていうのを例えば世界のルールは法律とかホームページ淡いケースの力とかそういったワードを使用し始めて、エシロン、まあ、人間が今まで話した内容の言葉、まあ、その中でも絶対矛盾が発生してくるんですけども、まあ、法律の方向でいうことを、頭の渡す相手先は本人の任意性であると、まあ、あの個人の権利ですから、自分の体ですから。で、ただしなんかこうもう淡井さんを使ってはダメだっていう話にもなってるっていう話も今まで現場でもあったわけじゃないですか。だからそれも一瞬頭の中よぎるんですよ。だからそれで、まあ、コンピューターの方とかもそれ込みで稼働が始まりますから、まあファンがこう選手へこうホームランを求めるようなこう応援歌とかあるわけじゃないですか。でそういうふうな部分を、利用させてもらいました。まあ、あとは民法720条の正当防衛だとか刑法38条の正当防衛っていう部分で、先に先制点を取った場合、その後、阪神タイガースの試合だったら相手に取られた場合、正当防衛という形で得点を取り返して、勝ちに行くっていうケースがたくさんあるんですけども、もうそれ今まで動画で散々言ってきたから、これは相手がもう使ってくるだろうなっていうことを、最初から予想していて、で、相手も正当防衛使ってきますけど、こちらも正当防衛を使いますっていう形で、とにかくやっぱり先制点を先に取っておいた方が、特に福岡ドームとかでしたら、表の攻撃が横浜 DeNA さんの、攻撃で、裏が、ソフトバンクさんの攻撃ですから、同点だったらあとなくなっていくわけじゃないですか。絶対どこかで、先に得点上回ってなきゃならないわけですから、そういうふうな形で、正当防衛のワードの応酬とか、そんなことしてたのっていうような内容で、なんとか、封じ込めていました。っていうのは、先に1点取ったときに、横浜 DeNA の方がですよ。DeNA さんの方が。やっぱり、ソフトバンクさん、ランナー1、3塁だとか、2、3塁になったりだとか、やっぱりこう、得点が入って、まず同点にしようとしてくるじゃないですか。1、2戦目がそうだったと思うんですけども、1点先に取っても、すぐ同点にされてきたわけじゃないですか。で、それは、法律の方の正当防衛が効いてるんだろうなとは思うんですけども、だからその辺のところの、最初の方の失敗がありましたから、その辺のところ、試合中にもうこっちも正当防衛。その1点を守りつつさらに攻撃の時にちゃんと心の声で追加点を狙っていきましょうっていうことを、追加点を狙っていきますっていうことを伝えて、対応してました。あとはまあ試合中でその野球もともとのその野球らしい考え方で言いますと第何戦だったかちょっと何回だっただとかの記載がないのでちょっと忘れたんですけども、まあウォード選手が、もう少しでホームランで、ツーベースになってた試合なんですけども、ワンアウト一二塁で梶原選手の時に、変化球待ちの、バッティングをされてたと思うんですけども、それで、見ていてストレートを投げてこられていてもファールで回避できていましたので、もう絶対その打ち方が正解っていうのが、その時梶原選手の時に、しっかりと、
確立できました。もう絶対その打ち方で合ってると。まあいずれ根負けといいますか、投手がいずれその変化球のその失投を投げた時に、まあ変化球狙いで打ちに行って、でそのストレートはファールにして、で変化球も、ストライクゾーンから完全にボールゾーンになるボールを、ファールで粘れていましたので、あとはストライクゾーンもしくはストライクゾーンに近いところに変化球が甘く入ってきた時に、あ、これ捉えれるだろうなと。捉えるとしてはもうこの方法でも絶対合ってるっていう形で、方向性がはっきりと分かったら、こちらの方も心の中での迷いっていうものが、一切発生しませんので、やっぱり対応は、しっかりできて、センター前、粘りがちで、ヒットを打てています。まあ、その辺のところは、野球を、長年、勝ち負け取り組んでいた人間としてのその場その場の場面を見た時に、打ち方としてそれで合ってるっていうところが分かるっていう、その辺のところで言うと、僕はもうバスケットボールなんて本当に詳しくないんですよ。その辺のところの影響とかもやっぱりスポーツの勝ち負けであるんじゃないかなっていうのはあります。その辺のところ、スポーツの数があれだけあると、今までたくさん金メダルを取ってきたりした、柔道だったりしても試合中にやっぱり思い出したりとかしてる方なんですよ。何かがあった時に、ああそうそう、もともとこうだった、ああだっただとか、ああいう技に対してはこうだっただとか、相手選手はこの辺のところで判断ミスがあったんだなだとか、その辺のところで、あの競技の数ですから、どうしてもそういう形なんですけど、野球に関してはもともと野球部っていうところもありましたし、昔から野球をただ見てきていたという部分がありまして、そういうふうなところは、一般の人と比べると野球に関しては、詳しい方だと、認識しています。その辺のところでの優位性もあるんじゃないかなとは思います。梶原選手の時の例で言いますと、途中で、宮崎選手も、ホームランを出ましたし、横浜 DeNA さんがもう今年日本一の方向で進めてましたので、ただどうしてもちょっとソフトバンクさんよりの褒め言葉とかがなぜ出てこないかって言ったら、もう横浜 DeNA 側で試合に取り込んでますから、そのソフトバンクさんの選手のいいところとかがこうメモしてなかったりだとか、気をつけなければならないとか、そういうふうな形にはなってくるんですけども、ワールドシリーズで言いますと、とにかくアーロン・ジャッジ選手とスタントン選手、この2人を抑え込んでしまえば、これも全然違うなと。これはもう世界戦をずっと取り組んできた、私から言わせてもらいますと、世界代表チームってどこの国も、今時はメジャーリーグですごく活躍した選手、日本リーグで、しっかり活躍していたら、もう力は同等だと思ってください。あちらは、アーロン・ジャッジ選手は身長は2メートル超えで、体重も128キロほどあって、お腹も出てないような体型で、もう全身筋肉ですから、それも飛距離がものすごく出るっていうタイプの人であるのはまず間違いないんでしょうけども、その2人をしっかりと抑えてしまえば、後のバッター、まだ国家代表戦と比べると怖くないよと。勝負していきやすいっていう、逃げる心にならないっていう部分ですね。そういうふうな部分とかが、ドジャース戦の時は、すごく効いていて、とにかくこの二人を抑えなければならない。ソフトバンクで言ったら、今だいぶ思い出してきましたね。球場が小さいから、ホームランバッターばっかり作ってるんじゃないかなという感覚だったんですけども、テレビの地上波とかがなかなかないですから、
まあ、山川選手はソフトバンクが行ったのは知ってるんですけども、まあ、もともと柳田選手もどちらかというと長距離バッターでしたし、今までのその松田選手だとか、いろんな選手がそうでしたけども、長距離バッターであって、まあ、どうも無風でラッキーゾーンがあるっていう球場の形式でしたから、まあ、そういうふうな長距離打者を集めてるようなチームを作ってきてるんだろうなっていうのが僕の最初の 1,2 戦目の時の大きな認識の間違いであって、やっぱりショートの選手若宮選手でしたっけ、ちょっと名前間違えてたら申し訳ないんですけども、あのしっかり動けて守備範囲広くてと、で足の速い選手が、1、2番でしっかりいてというような形で、力任せな野球をしていないっていうことが 1戦目で、すごく、まあ、認識させられたといいますか、まあまあ、自分 の, その情報不足という部分で、これは手ごわいなと感じました。穴らしい穴がこうちょっと見当たらないなと、しっかりしたチームをやっぱり作ってきてるなと、そのペナントレースの勝ち数を表してるかのような、しっかりとしたあの走れるチーム、そのバントもできて走れるチーム、ヒットエンドランだとかそういう風な技とかもしっかりと使えるっていうところでの部分で、こちらとしてはまあここはまあ絶対バントだなっていうところは、選手に合わせたりだとか、バットコントロールプラス、バットコントロールの中にバントも含まれていますだとか、選球眼プラスバットコントロールのその後に、まあそういうような形で、まあバントを決めたりというような形だったんですけども、まあ細かい部分で、その、盗塁とかの部分、だんだん選手のことが分かってきて、まあ1、2番の選手、横浜 DeNA さん、足が速いと。いうようなところも、曲がって、あとは、後ろの方のバッターで、走れる選手がいるのかどうかだとか、ヒットエンドランはどうだとか、まあ、その辺のところがいろいろあったんですけども、まあ、横浜 DeNA さんが、3勝目を挙げた試合でしたっけ、ランナーが一塁に出た時に、最初バントの姿勢を見せたんですけども、僕もその言葉のワード、選球眼からプラスバットコントロールで頭の淡井圭介の頭の中をお渡しいたしますの、その言葉を多分三浦監督は信じてくれる形で対応してくれたんだと思いますけどもサードとショートの間ぐらいに、緩い打球が飛んで、とっても投げても間に合わないっていう形で、結局ノーアウト1、2塁っていう形が作れるっていう、まあどちらかというと、まあ、神がかり的な力の方向ですけどもあとはまあサード戦へのゴロで、ベースに当たったりだとかそういうふうな現象も、あったと思いますけども、まあ、ゴロはゴロなんですけども、もうベースに当たって大きく跳ねたりとかしますんで、結局、とっても、まあ、あれだけ跳ね返ったら、まず取りに行くこと自体が、やっぱり時間かかりますし、そこからもうとっても、早急しても間に合わないっていう形で、あとは、まあ、牧選手とかも、まあ、一応僕は心の声で、ダブルプレー狙いで進みます、皆さんしっかり守りましょうだとか、そういうのは、心の声とかを使ってましたけども良かったところは得点が、4対0でリードしてる場面だったと思うんですけども、何試合目でしたっけ、4対0ぐらいで試合が、勝った試合があったと思うんですけどもショートの人が速い打球を取って、手でトスをして、まあ、その時に、セカンドの牧選手が、まあ、ちょっと取りにくい位置で、まあ、取りにくい位置というわけじゃないんですけど、取った時にすぐにファーストに投げれるような体勢での捕球ではない位置にボールをトスしてるんですね。で、そこで牧選手が、無理しないでボールを握り直してファーストにしっかりと投げて、で、セーフになった分に関しては、これは OK でいいと思うんです。
それはもう得点がだいぶリードしてますし、とにかくセカンドでランナーを、アウト一つ取れることの方がやっぱり大きくて、その後もランナー一人残ってる状態でワンアウト一塁だったとしても、次ダブルプレー取ったらもう終わりなんですよ。だからそこは牧選手、日本シリーズでも堅い守備見せてくれてましたし、あとそのホームラン打つ前にセンター前ヒットを打った試合があったと思うんですけども、打つ時にその入ってる入ってないのことで、僕はその頭の中のことですっていうことを何回か試合の中で、心の声伝えてたと思うんですけども、打ちながらセンター前にヒットを打つ時、頭の中やんってこう打った後大きな声で言ってたでしょ。まあ今こう笑って言ってますけども、その時はもうそれいい、もうしっかりと言っといてくれた方がいいと、それでもう証言として固まるんですよ。ストライクが入ってるか入ってないかの話で、ややこしくなる話がありますから、それで相手選手がストライクゾーンにボールが入り込んできてるっていう時は、まあそれ阪神タイガースの試合とかでもあるんですけど、入ってる入ってないに関して頭の中のことだって、でその後、日本シリーズ、ちょっと打率があんまり、最初の方出てなかったですけども、そのセンター前のヒットからその後すぐにホームラン打ってないでしょ。だから、そういうような形での、要素とかもありますし、まあ、最終的に最終日11対2で勝ってますけども、帰り、ホームページに、休日日っていうことを記載して、で東京行ってるんですよ。でその内容あれに関しては、一応消されなかったんですけども、どうしてたかって言ったら、パソコンの画面でその文章を作った時にスマートフォンでも録画してるんですよ、証拠作りを。で、消したとしても後出しでこちらは証拠出していくぞとそういうふうな状況で、物事を動かせられないようにして、で多分ね、もう帰りのその新幹線の中とかも、僕背もたれリクライニングシートを倒して背もたれ使って、もう音楽とか聴きながらとかじゃなかったら、もう精神的に持たない状態になってましたから、もう エラーの数とかを見て分かったんですけども、そのヤンキースさんとドジャースさんの試合で、その松井秀喜さんのその始球式の話、その3年行ってるでしょ、これヤンキース側にされてるかもしれないで寝転がってたんですね。でそれと同じで、ソフトバンクの選手の人たち、ピッチャーの方たち、ファーボールが多かったっていうことを動画で確認してるんですよ。文字だけです、映像まだ見てないので。でストライク入らなくなるんですよ。すんごいアドバンテージでしょそれ。だから結局それなんですよ、海外行った時に頭の中とか渡してくれる人がその時間帯普通に生活して起きてる、特に睡眠不足でもない人が取り組んだ方が選手の成績絶対良くなるんですって。だからもうもう背もたれ使われてただけでもうあんな風になってたでしょ。でやっぱりエラーとかも発生してたでしょ。だから最終戦は優しいルールで、多分そこのコンピューターの自動だと思うんですよ。で、11対2っていう得点に関しても、11点に関しての得点の入り方は、そのサッカーが読むんかなっていうところもありますし、コンピューターにそれを、コンピューターさんかもしくは人間が作ってきたそのプログラムというかワードというか、そういうふうな内容のもので、その後プロ野球界の人が、僕じゃないですよ、サッカー日本代表の試合援護してあげないんじゃない、ならないんじゃないかだとか、そういうふうなことを言わせるための11点のような気がします。でだんだん入ってくる得点がだんだん増えていってるのは、これ理由あるんですけど、そんなに言わないです。ちょっと心当たりあるんですけども、それ聞いたドン引きするっていうことは本当はいい意味なんですけども、ドンってこう、ヨーロッパの
イタリアの言葉だったと思うんですけども、狩猟っていう、まあ、もともとマフィアのボスみたいな、そのだからドンを引いたらいい人になるっていうドン引き、この言葉を僕はどう扱ったらいいのかもうちょっと難しいんですけども、まあ、とにもかくにも得点がだんだん上がっていくのはこれ理由があったんですけども、まあ、最終戦に関しては、まあ、まあ得点がたくさん横浜 DeNA さんに入るようなその1日の形にはなってるんですよ。でまあその得点が入りやすいような形で僕のその帰りのそのこう基本的にも多分まあ、あと1勝取られたら負ける試合だったわけじゃないですか。一応、まあ、イニングの得点の入り方とか見ましたけども、2点、あがいて、取っては見たものも、ものの7点取り返されるっていう、試合になってたじゃないですか。で、その日の阪神タイガースの紅白戦、0対0で、ラッキーセブンの話。もう分かんないですよ。もういろんなこと、いろんな内容、もういろんなスポーツと関わってきたから、もうあれこれ見て、今までのことを検証していくと、あれもこれもやっぱり心当たりあるっていうような感じになってくるんですよ。だからまあ、1イニングで7得点取って、まあ、横浜 DeNA さんが、まあ、とどめを刺すような形で、まあ、僕はそれで良かったと思いますし、だからまあ、僕から言わせてもらったら、まあ、まあ、僕にはその野球での負担が最終戦に関しては、ない状態で、まあ、横浜 DeNA さんが、優勝してる。でドジャースさんもそうなんですけども、これもその日3日東京に行こうとしてた時点で、これ横浜 DeNA さんが優勝する瞬間もそうですけども、ドジャースさんの試合の時も優勝する瞬間、ニャンキース側に回ってるかもしれないからテレビの映像も消しとこうで、優勝する瞬間を見れないっていう形を作ってるんですよ。その瞬間に立ち会えないっていう形を。それで、まあ1点差でドジャースさん勝ってる可能性があるんですね。だからまあ三浦大輔さんがまあすごく喜んでくれていたのと、あと、まあ、涙声になっていたか、まあ、涙を流していたかだったと思うんですけど、まあ、高木豊さんなんかは、もともと盗塁の数の多かった、元太陽ホエールズの方だったと思うんですけども、まあ、高木豊さんも、泣きながら、喜んでくれたということで、本当に、横を言うとセリーグ、そのペナントレースも横浜 DeNA さんが優勝するような形がまあ一番望ましかったんですけども、やっぱり謎の球団、なぜそんなに勝てるか、昔勝てていたんですかっていう謎の球団、読売ジャイアンツが1位に来るという展開で、まあ、その代わりクライマックスシーズンで阪神タイガースは2位には持っていけてたんで、そこはもう最終戦、東京からこうソフトバンクの試合でこう帰ってくるときにもうこう背もたれ使う音楽聴くみたいな状態で、阪神タイガースの試合に関してはもうこれはもう世間の一般人の人たちも認識してる人は結構いるわけで、そこであとはもう横浜 DeNA の試合で頭の中を供給しなかったらいいだけだから、あと適当に過ごしていたら日々その試合の時間中もうテレビ見ないで、テレビ見たとしても背もたれ使ってこれをのんきにヘラ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 しながら野球を楽しみながら見てるだけで、多分阪神タイガース負けてると思います本当に。でもその時点であとはそこは、しっかりと、体を休めるというか、まあ体調を整えるというか、まあ、精神的にもちょっと休めて、であとはまあクライマックスシーズンの時はとにかく読売ジャイアンツにここ絶対勝たなきゃならないと、横浜 DeNA さんがと、まあ、そういうような形で、取り組ませていただきましたということで、横浜 DeNA の、ファンの皆さん、日本全国の皆さん、おめでとうございました。まあ、喜んでくれてる方とか阪神ファンの人たちとかも、高木豊さんのその動画のコメントを見たら阪神ファンですけども横浜 DeNA さんを、応援していましたとか、そういう人たちのコメントとかが見れて、
良かったなと思います。まあその元をたどっていくと、もともとプロ野球選手の人でしたとか、まあその可能性とか、球団関係者の人とか、まあまあ、コメント書く人ってあんまり世の中いませんから、大体、職業のその関係者とか、大体コメント書いたりするっていう例が多いですけども、世の中でよっぽどものすごいブームとかになったら、一般人の、もともと、Facebook っていうアカウントを作ってらっしゃる人は一般人の人ではやっぱりあんまりいませんから、コメント数ってなかなか上がらないものなんですよ。世界中の人たちとかにマーケティングとか広げて、まあ、音楽業界で言いますと、それでまあ世界中の人たちのコメントが集まってくるっていう形ですから、それですごい数になったりするわけですから、まあ今シーズン、本当に皆さんお疲れ様でした。まあまあ昨日は本当にひどい一日だったんですけども、まあ最後に家帰ってきて、時計見た時にまだ21時になってなかったんですよ。21時前で、これ帰ってきたはいいけどこれどう過ごそうとか、途中経過見てこれ1点差の試合とかで、例えば横浜 DeNA さんがリードしていてですよ、もうこれ今までアメリカのリーグとかでももう嫌というほど、日本の国内のリーグとかでも嫌というほど、もう野球だけじゃなくてサッカーとかでもものすごく悔しい思いしますから、途中からそのインターネットにアクセスしてから、状況変わったりだとか、頭なんか渡せなかったりだとか取り組んでも、そういう、これ途中でこれ視界に入ってきたからこれ逆転されたんちゃうかとか、そういうの結構あるんですよ。なあ、まあそれ言ってからどうなったかって言ったら、ライブ中っていう表記だけで点数差とか出なくなったんですよ。それでまあわからない、その民法とかでもまあわからないことに関してはある程度まあ許される部分、僕は今言ってる内容っていうのは上司しかわからないその情報とか、そういった部分のところで、この人にはもうそんな対処する能力がなかったと、対処できるような状況ではなかったとか、そういうような部分とかに関しては法廷ではその法律が知らないだとか、まあそういうような部分でまあちょっと多めに見てもらえたりだとか、まあそういうような部分の聞き方で、そのインターネットのその途中経過とかを見ないようにして、まあ結局帰ってきた時倒れ込んでたんですかね。まあなんかもう大体そういうふうな状況です。で、まあソフトバンクの皆さんも、まあまあ、今シーズン、横浜 DeNA さんが優勝でも、もう仕方がないかな、みたいな、表には見せてないとは思うんですけども、多分、そういうふうな心境でいてくれたと思うんです。みんながある程度優勝回数平等にしてあげなかったら、やっぱりこの世の中、不公平とか、がすごくありますから、だからまあその辺のところで大人としてすごく理解していただけたんじゃないかなと思います。だからまあその辺のところに関してはまあ国保監督にも、感謝します、ソフトバンクの皆さんありがとうございました。もしかしたらその新幹線で、リクライニングシートを倒して音楽聴きながら帰ってきてるその状況、もう我々の方で引き受けますみたいな形で現場で言ってくれてたのかもしれませんし、もし言ってなかったんだとしたのであれば、まあこうなってくるとやっぱりコンピューターの差配というような形が、まあ審判の方かだと思います。だからまあその辺のところはまあ後から、まあ僕に、まあ何らかの形で教えてくれたらなとは思います。まあもう、その時に僕は覚えてるかどうかわからないですけども。ということです。まあ横浜 DeNA さん、まあ三浦大輔さん、どうでしたっけ？三浦大輔さんって、横浜ベイスターズの時、優勝してませんでしたっけ？なんか横浜 DeNA としては初めてっていうことの意味だったんで
ですかね。ちょっと待ってくださいね。調べようとしたら時間かかりますので、もうこれくらいにしておきますね。まあ、ちょっと最後見れなかったのは、残念ですけども、皆さんにとって、横浜 DeNA さんやファンの皆さんにとって、良いシーズンが遅れたなと思います。あと、それと、まあ、協力してくれた、阪神タイガースの皆さん、本当にありがとうございましたということです。個人成績とかいろいろある中で、やっぱり、まあ、勝ちたいか勝ちたくないかで言うと、ファンの人たちだって勝ちたかったと思いますし、だけども、僕の中でもそこはっきりしてるんですよ。昔の読売ジャイアンツみたいには絶対なってはダメだっていう。それと、あと、もう、ホームページは YK スクリーン歴の市場に書いてある通り、もうスポーツの勝ち分けには関わりたくないと。自分の体調をまず優先させてほしいと。睡眠時間が少なくなったりと、もうそれ本当きついんで、本当にもう爪とか、去年ももう変形しましたから、伸びなくなって、分厚くなって。まあ、ご老人の方とかでも寝不足になっている人たちとか体調悪くなっている人たちはそういう現象、見受けられます。もう人間みんなそうなんですよ。以上です。今シーズン、長いシーズン、まあ、取り組んで、最終的に形はどうであれ、横浜 DeNA さんが日本一になれたことが、非常に良かったなと思っています。皆さん、今シーズンお疲れ様でした。それと皆さんどうもご協力ありがとうございました。あとは何か河川水も返しきれませんとか、僕の厚生年金の件とかでも、横浜 DeNA の皆さん、もう多分球団経営の状況はきついと思いますよ。昔の売り上げ僕知ってますから、27億円の年があった時とか、まあできることとできないこととか、まあいろいろとあると思いますけども、まあ、僕はまだ今ちょっともう精神的にちょっともうかなり泣いてるので、ちょっと一旦休養期間を置いて、まあ、精神的にもだいぶこう充実したら、まだエネルギーの残存の問題とか、ああしてくださいこうしてくださいとか、そういうふうな形で話したりだとか、まあ、ちょっとここ近日は、まあ、遊んだりしようかなと思ってます。まあ、高木豊さんが動画の最後の方で、それでも俺は会いに行くっていうことを言ってくれたんですけど、まあ、高木豊さんがいつ現れるかも分からないんですけど、まあ、横浜 DeNA さんに関して、まあ、三浦大輔さんがもし来るとするのであったとしても、絶対、まあ、パレードが終わってからとかだと思うんで、まあ、ここ近日はちょっとゆっくり過ごそうかなと思います。せっかく Amazon プライムビデオに加入してるのにペナントレース中見れないって遊んではならないルールの何のためにお金払ってるんだろうって、こんなにお金ないのにもうしてることって言ったら Amazon プライムビデオでスポーツの勝ち負けでお金まだ払ってもらってないっていう、もう本当にね、もうこのもう本当にもう笑っていうか大泣きして言ってるか、もうどっちかですよ本当に。もうみんな助けてよ、本当にそんな気持ちですよ。まあ以上です。まあけど本当にいいシーンが見れて、三浦大輔さんとか高木豊さんとか、本当に男泣きするようなところが見れて、本当にいい涙が見れたなと思ってます。以上です。皆さん、今シーズンは、お疲れ様でした。長々とご視聴ありがとうございました。来年、僕に歌うな、こない。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。僕も人間だから何か言ってしまうことがあるかもしれませんけども、巻き込まれないように気をつけたいと思います。以上です。